探索、パティンヤ、マニマニ、ミスト、ヤス、ホアン、ナルチ、こんにちは、ありがとうございます。ごめんなさいね、本当にありがとう。ポヨヨンさん、大日健ちゃん、さとまる、リオンさん、台湾中心、ひでくん、わか、あけおめ、あけおめありがとう。おはようございます、ありがとうございます。こんにちは。ヘイメンマッチャ、テンさん、サンレン先生、アイスブルーの瞳、あっちゃん、こんにちは、ありがとう。はい、ウスターポンテさん、こんにちは、ありがとうございます。ありがとうね。今日もね、よろしくお願いします。今箱根駅伝ね、見てましたよ。箱根駅伝見てました？皆さんも箱根駅伝見てた？はじめさん、大木さん、エイサクさん、おはようございます。4区往路のもう終盤に来ましたね。もう全員たすきがね、渡りましたという感じで。結構沿道にも応援に来てらっしゃる方いらっしゃいますね。あ、先生、ラッキーだよさん、ギフトね、ありがとうございます。ありがとう。いろんな曲見てるザッピング。本さん、ネオさん、ゆるい人々と、おはようございます。花の四句でもさ、これね、こういうアングルだとさ結構見えるけど、意外と真横から見ると閑散としてたりしますよね。花の四句、ウーレンペックさん、おはようございます。あっちゃん、ゲタありがとう。4区はどんなコースでしたっけ？吉かなさん、発動中さん、ななみラブさん、なおってさん、ココイヌさん、ゴーセブンさん、おはようございます。ゆきようさん、こんにちは。ピロキさん、おはよう、ありがとうございます。あ、長いのか、距離が長い。去年は応援に行った。おー、応援に、そうだよね、毎年応援に行ってた方もいらっしゃるよね、きっとね。千歳さん、ヤリスさん、ショウさん、おはようございます。湘南の海から箱根の山の入り口まで一番短い。お仕事に行ってらっしゃい。チームの花形ランナー揃い踏み。なるほどなるほど、もうここが勝負。でもこれでね、だって往路のさ順位が決まるんだもんね。タスク、おはよう、おめさまっしゅ。カンナさん、マサフミさん、おはよう。おめさまっしゅ。そうか、そう、風がめっちゃ強いってなんかね、実況でおっしゃってましたね。みんな風に苦しんでるみたい。今日は風があるんですかね、大事なところ。タメバンボー、トモさん、ナッツさん、お
はいよ、ありがとうございます。あきおめさまし、だいちゃん、おふるさん、おはようございます。ありがとう。なんかどこを応援してる、どこを応援みんな頑張ってほしいみんな頑張ってほしいですね。でも結構順位がなんか今年ならではみたいな感じになってる感じなのかな。下り坂、先頭が下り坂に来ました。そうだよね。マルタキウィスさん、おはようございます。トモさん、テーマ、おはようございます。ありがとう。板倉さん、いや今回ペースが遅い。あ、全体的に風のせいかな。あ、やばい、なんかすごい抜きそうで、うわー、こうやって並走、すごいバチバチだね。ここのバトルは、バトルが繰り広げられてます。ここの駆け引き、こういう時の駆け引きって本当どうね、どうさ駆け引きしていくかってよく聞くよね。僕はずっと固まってた。ケンソリーセブンさん、はい、ありがとう。白バイの技術、あ、そうなの？白バイの技術あまり見たことなかったな。あ、風よけ、なるほどね、風よけか。エリちゃん、こんにちは、ありがとう。予選会を通過した学校が、そうなんだ。でもいいじゃん、その嬉しいですね、なんかそういうの。すごい手振ってるすごい手振ってる方いたね。もうさ、これすごいよね。もうさ、ほぼずっと全力疾走って感じだもんね。結構順位の入れ替わり激しいって言ってるね、やっぱりね。白バイすごい。へえ。どう？宮野ミッキーさん、おんちゃん、清め、ありがとう。なんかで強いな。ずんちのさん、監督さん、おはようございます。マッタさん、アンドルさん、おはよう。あー、つかず離れず、そういう技術。そうだよね。もう、あ、だって応援にさ行きたいけどさ、マジ一瞬一瞬だよね、絶対シュン。なりゆきさん、まさひろさん、そのっちさん、 TKC さん、おはようございます。あ、フルーツタルトさん、タコありがとう。今日もこの両脇サイドで上がりますね
えけんさん、もこちゃん、おはよう。あー、たこさん、本日のたこつかみありがとうございます。アピーよこちゃんまーさん、ありがとうございます。たこありがとうね、たこ揚げ安定の両サイド、両サイドたこ揚げ。ゆたらさん、こんにちは。トラクエロさん、こんにちは。ありがとうございます。ありがとう。白バイまた手すごい振ってるわかるんだな、今カメラに映ってるって。すごい見てんのかな、何か。選手が通れば映るみたいな感じかな。あ、出た。バトルが続いてます。こういうのドキドキだよね。でもまた袋でさあ、そうなの、めっちゃ言われてる。目立つもんな、すごく中継者が、そういうことね。ハイドさん、こんにちは。袋で全然また順位変わることもあるもんね。安高さん、銀河ムチェックさん、くまさん、こんにちは、ありがとうございますアップアップなっちゃう。刈上げくんさん、こうさん、こんにちは、ありがとうございます。みんなはさ、逆にどこを応援してるとかあるんですか。毎年ここを応援してるとか。刈上げくん、さかっちゃんさん、はいよ。どの場でピンときたチームあ、去年の印象とかでね。ねえ、それぞれやっぱあるんですね、応援してるとこ。なるほどね。あ、でも確かに東北にゆかりのある選手とかいたらね、応援したくなるかもね。インサイディアさん、宮の人さん、ありがとうございます、こんにちは。あ、そうなんだ。羽根山さん、ヤホマルヤホマル、607日ありがとうございます。607、607日、ありがとう。
予選、逆に予選会から勝ち上がったところを応援するとか、いいよねそういうのね。確かに応援したくなるよ。707日ありがとうございます。一句すごかった。ちょっとご飯食べます。あ、駅伝見ながら。でもさ、え、まだゴールじゃない？そろそろゴールかな。繰り上げ、あー繰り上げのところね、そこなんか胸がキュッてなるよね。1時半、そっか、2時までだもんね。そう、次は5区。5区まで。みなみくん、おはようございます。あ、そうだよ、みんな見に行ったの、ジョブチューンの。見せに行ったの。ゲットしたよって方いる？絶対ね、売ってないから、本当に。きちんと置いてあった。マジ？お正月はみんな買いに行かないのかな。小田原中継所もする？ファミチキは売ってた。ね、店長が頑張ってあげたんですよ、きっと。明日は売れるぞって。うん、ともさんこんにちは。なにぽんさんこんにちは、ありがとう。売ってた、おにぎり。いや、チャンスだね。あ、ポップ貼ってあったりするよね。紹介されましたってね。あ、やばい。え、抜く？抜く？抜いた？え？おお。え？すごい。でも結構さ、辛そうだよね。2位争い。すごい。判断だろうね、ここだみたいな。あ、ラッキーだよさん、タコありがとうございます。タコありがとう。タコタコ。こう抜く瞬間とかすごい盛り上がるね。
気温が上がってきてると、あ、そっか、疲労もそうだよね、わかるわ。暑いとめっちゃ疲労たまるの早くなるよね。うん、接戦。中尾さん、清めさまし、坂道の坂道、坂道が動くだっけ、あのすごい特徴的な坂があるところ、坂道が動くだっけか、もう終わっちゃった、これかな、うん、山登り、山の神ね。山の神、今年は現れる？神降臨なるか。一番大変なんか、そっか、ずっと坂なんだっけ、もう。とにかく、うん、イヤホンもっと長ければな、あ、シムになっちゃった、くねくね坂。そまこ太郎さん、はいよ、ずっと坂、極の区間賞目指す、そうだね、そっか、登って下ってみたいな。でも登り坂が得意ってすごいよね。私坂のさ、トレーニング一番嫌だったよ、坂道一番無理だった。下りの方が全然いけるな、いけると思っちゃう、車でもやばいの？ミナッティさん、こんにちは。車でもきついって。やばいね。でもさ、坂が得意って人もやっぱいるからさ、本当に尊敬する。どういう理由で坂が得意と思うんだ。車でも乗りながら、くねくね、こんなにくねくねなんだ。ひかるたまちゃん、なるくん、おはよう。あ、ごめんね、ちょっと早めに始まってました。なんかもうすぐ12時からですって言った皆さんがいらっしゃる駅伝見てました、箱根駅伝。
まあ、辛そうだね。辛そう。大丈夫かな。頑張りどころ。うーん。給水ポイント？給水ポイント。いや、こうやって引きで見るとよりさ、どんだけ速いかがさ、わかるよね。ほんとずっと全力疾走。冬の箱根、凍るんですか？ね、旅行に行っては。二人乗りのバイク、疲れるの？うん。うん、アピールする人多いね。スピードのコントロールってこと？